こんにちは、おもかげです。今日ご紹介するのはスリランカ南部の主要都市、ゴールという町です。ここは、ね、世界遺産にも登録されている城塞都市なんですけれども、海も綺麗で、空も綺麗で、本当に居心地のいい町でした。それでは、この町の模様をご覧ください。このゴールという町は、スリランカの首都のコロンボから南に約120キロほど行った、場所にある、スリランカ南部の主要都市なんですね。でご覧いただいたようにね、町自体が城塞のように作られていて、もともとは17世紀頃にこの地を支配していたオランダが作った、そういう町なんですね。なのでヨーロッパ様式と南アジアの様式っていうのが、未だに混じり合っている、場所で、その旧市街とその城塞の部分が、ユネスコの世界遺産にも登録されています。で今ねご覧いただいているのがこの一帯の伝統工芸品なんですけれども、やっぱり暑い地域なんで、こうやって椅子のですね、背もたれとかの部分っていうのが風通しのいい、こういった網目状に作られているんですね。本当にね、町はぐるりと海に囲まれていて、ずっとね海風が吹きつけていて、暑さっていうのをねあんまり感じないんですね。日差しはすごく強いんですけれどもね、本当にね居心地が良くて、スリランカの中ではここが一番僕は、好きな街かもしれません。でこういったね菩提樹なんかもありますね。はい。でこれオオトカゲなんですけれども、ちょっとね大きさあんまり分かんないかもしれないですけれどもね、体長約1メートルぐらいありました。最初見たときはね、僕はこれもしかしてコモドドラゴンとかその手のものじゃないかなと思ってかなりびっくりしたんですけれども、結構ね地元の人たちはやっぱり見慣れてるみたいで、オオトカゲで別に毒もないよということで、ずっとね迷い込んじゃったんですね。やっぱ海に面してることもあって、はい。でね、最初の頃は元気だったんですけれども、やっぱりだんだんね水がなくなって体力がなくなってくるとね、周りの人がね水をかけてあげるっていうような光景もありました。で街はね至る所にこう市場のような場所も数箇所あります。で魚はね本当にとにかく豊富で新鮮でね美味しいですね。本当にね、この一本のこういう手刀のようなものでね、手際よくみんなこう切り分けていくという感じですね。城塞の部分はね、やっぱりかなりフォトジェニックなんで、今ねご覧いただいているのはこれミュージックビデオを多分撮影していたんですね。でその他にも夕方になると地元の人たちもどんどんとこの、海辺の方に集まってきてですね、憩いの場のようになってるんですね。こういうね大きな広場があって、ね、本当にね居心地が良かったですね。でとにかくね夕日が綺麗でした。はい。ということで、スリランカの世界遺産の都市、ゴールという町でした。とてものんびりとしたいい街でしたので、ご興味のある方はぜひ訪れてみてください。それではまたお会いしましょう。